東京、新宿シアターモリエールで上演され、新型コロナウイルスのクラスター、感染者集団が発生した舞台、ザ・人狼イケメン人狼アイドルは誰が、の原案を担当した映画コメンテーターの有村昆、44、の妻で、フリーアナウンサーの丸岡泉アナウンサー、48、が陽性だったことが15日、発表された。所属事務所によると、丸岡は13日に発熱し PCR 検査を受けた。15日に陽性が確認され、現在は入院中。2歳の長男は陰性だった。夫の有村は10日に PCR 検査を受け、12日に陽性を発表していた。有村も現在入院中となっている。丸岡泉、1971年8月6日、徳島県生まれ、48歳、関西学院大卒、北海道文化放送を経て2001年から日本テレビ報道局で記者兼アナウンサーに。情報ライブミヤネ屋で注目を集め、ニュースエブリー、キャスターに。12年8月に有村昆と結婚し、同9月に日テレ退社。18年に第一子となる長男を出産。